アレクサ・シメカ・クニエリムは、アメリカ合衆国出身の女性フィギュアスケート選手。パートナーは、ブランドン・フレイジャー、夫のクリス・クニエリムなど。2015年、2018年、2020年、2021年、全米選手権優勝。2016年4大陸選手権に、2014年4月8日に、パートナーのクニエリムからプロポーズを受けた。 2016年6月26日、コロラドスプリングスにて挙式を行った。式には、アシュリー・ワグナー、アダム・リッポン、マディソン・チョック、エヴァン・ベイツ、マックス・アーロン、ライアン・ブラッドレイ、ドリュー・ミーキンス、マデリーン・アーロン、マックス・セット・レイジらが出席した。2016から2017シーズンからは、登録名をアレクサ・シメカ・クニエリムに変更している。 イワンド・ドミトルフとペアを組み、2011年と2012年の全米選手権に出場するも解散。2012年の4月にクリス・クニエリムとのペアを結成し、練習拠点をコロラドスプリングスに移した。国際大会初出場となったニース杯で優勝。ケイトリン・ヤンコースカス、女子アレーガン組が怪我のために出場を辞退したために、NHK 杯への出場が決まり、 そこでは4位となった。全米選手権では銀メダルを獲得した。4大陸選手権への出場が決まったが、公式練習中に右足を負傷したために棄権をした。当初は世界選手権の代表ではなかったが、ケイリー、デニー、ジョン・コフリングミが次のシーズンへの準備のために出場辞退をしたため、繰り上がりで出場。そこでは9位となった。 2013から2014シーズン、グランプリシリーズには2000出場。中国杯では5位、ロステレコム杯では6位だった。全米選手権では4位。4大陸選手権では SP で、自己ベストを更新して2位。FS では、ジャンプの失敗が重なり4位となるも、総合3位で ISU 主催の国際大会で、初めてのメダルを獲得した。2014から2015シーズン。 全米選手権では4回転ツイストリフトに初、成功するなどして初優勝。2015から2016シーズン、スケートアメリカで2位となり、グランプリシリーズで初のメダルを獲得した。初出場のグランプリファイナルでは、FS での4回転ツイストリフトの点灯もあり、最下位に終わった。全米選手権では2位。四大陸選手権では、FS で一つのマイナスも受けない演技で、 初めて140点を超えるスコアをマークした。総合得点でも初めて200点台を超え、銀メダルを獲得した。2016から2017シーズン、4月から体の不調が始まり、10から12時間を落とし続ける症状が続いた。10人以上の医師に診察を受けた後、8月に命を脅かす胃腸の疾患と診断され、腹部の手術を2度受けた。 9月に練習を再開するも、グランプリシリーズの欠場を発表した。11月1日には3度目の手術を受けた。一連の症状が原因で、体重は約 9kg 減少した。大会に必要なレベルの練習を詰めていないことで、全米選手権も欠場した。4大陸選手権で試合復帰を果たし6位。世界選手権では10位となった。 2017から2018シーズン、全米選手権では3年ぶり2度目の優勝を果たし、1枠しかないピョンチャンオリンピック代表に内定した。ピョンチャンオリンピック団体戦では、銅メダルを獲得。個人戦では15位に入った。世界選手権では、自己アーストの15位となった。その結果、翌年のアメリカペアの出場枠は1枠に減った。アメリカの1枠陥落は、 大会全体の出場ペアがわずか5組に止まった1957年、大会以来62年ぶりのことである。2018年5月14日、休養を発表したばかりのアリオナ・サフチェンコへのコーチ変更とシカゴとドイツ・オーベルストドルフへ練習拠点を移すことを発表した。ありがとうございます。